東京都立新宿高等学校は東京都新宿区内藤町に所在する都立高等学校。1921年に開校した東京府立第六中学校を前身とする都立高等学校。2003年より進学重視型単位制に移行、一般入試の国語、数学、英語での事項作成問題を開始する。土曜授業の復活や、 年間2000時間に及ぶ講習、補習の実施、主要教科の多くで、修熟度別授業を実施している。進学指導では、国公立大学への現役合格を全面に打ち出している。2007年6月、東京都教育委員会より、駒場、国分寺、小山台、町田とともに、進学指導特別推進校に指定される。自主、自立を構成とし、 高速は必要最小限のものにとどまっている。標準服はあるが、着用義務はない。新宿駅に近く、通学圏は、都内広域にわたる。創立以来の、文武両道の伝統を脈々と受け継ぎ、部活動、学校行事が盛んである。中でも、水泳部や囲碁将棋同好会は競合であり、囲碁将棋同好会は2014年、個人戦で、 第8回全国高等学校以後選抜大会へ出場した2016年公開の映画君の名はに登場する戦前は後に満州国指導大学学長となる安倍宗隆校長によって戦艦三笠の峡国の鐘が置かれるなど他の不立中学の例に漏れず中空愛国教育や一部に軍隊式教育を取り入れた厳格さでも特に 知られていた。また、現在に至るまで学園祭や同窓会の故障ともなっている、朝日の名は、明治天皇の御生、差しのぼる朝日のごとく爽やかにもたまほしきは心なりけりに、由来する。交渉は、朝日と菊の葉を図案化したもので、菊の葉は、皇室の古領地であった新宿御苑内に開校した、ゆかりを示している。峡谷の鐘とは、 日露戦争時に活躍した戦艦、三笠の自称の名で、三笠除籍後にその金が不立六中に下死され、校内の首脳に掲げられて六中の象徴となっていた。終戦後、新中軍による接集を逃れるために、その金は校内の地中に埋め隠されたと言われる。現在でも、高地のどこかにこの、峡国の金が眠っているという伝説が残っている。 第二の効果とも言える、六中賢治の歌の一節に、広告の鐘は響けけりとあるのは、この鐘のことである。また、この、強国の鐘、荒木貞夫の、広島るなる方が、それと新宿五領地にあることを六中の、美穂としていた。戦後は、1957年に、東京大学現役合格者数で首位の座に立った、こともあり、国内屈指の進学校として、 全国的にもその名が知られていたが、その後の学校群制度の導入、全教頭運動の波及による学園紛争の拠点校として次第に敬遠されるようになり、東京大学合格実績上位校の座は降りることになる。なお、定時制課程は1924年私立東京六中夜学校、1933年東京府立、六中夜間中学、 1941年、東京府立教国中学。1943年、東京都立第六中学校。第二部、1948年東京都立第六、新生高等学校を経て、1950年、東京都立新宿高等学校となり、現在に至る。2005年度から各学年を8クラスずつの計24クラス構成になった。3年生から、 文、理系に分かれる。以前は2年生で分離分けを行っていた。2007年度より国公立大学進学に重点を置くための国公立対応にクラスが設置されていたが、生徒全体の死亡傾向より、あえて設置する必要性がないとして2012年度より発展的解消をしている。定時制は2007年度から募集停止、補欠募集のみとなり、 2010年3月に閉化した。進学指導特別推進校、英語教育推進校、理数研究校、地域共同推進校、教育家庭実践検証協力校、内藤町と仙田谷の2区にまたがり、現在は新宿区側に校舎、渋谷区側にグラウンドがある。新宿御苑に隣接するため、 新宿という喧騒の中にもかかわらず緑に囲まれた環境の中にある。定期戦として富山高校との対抗戦である富山戦が毎年行われている。ありがとうございます。